あ、お、お帰りなさいませ、お兄様うふふ、<laughs> 会いたかったのですよ、お兄様席へどうぞ、お兄様、ただいまメニューをお持ちいたしますはい、お兄ちゃん、ベリッポだよはあ <laughs> あ、サルサ、あんたまたコップを握りつぶして、怪我してない大丈夫、僕人狼だっ コップの方は助かりませんね本日15個目の犠牲者様ですでは私がお兄様にベリポを飲ませるのです口移しでうるさいセクハラ教師私だってあんたをお兄様とか呼びたくないんだからこんなことをするきっかけになったのはうーんお花がいっぱいだね のんびりしてないでミーティングを始めるわよ。ところで、なぜ音質でミーティングを私が発案したのですよ。こういうところの方がリラックスできると思って。はぁ、あ、空気が新鮮で気持ちいい。生き返るのです。もしやそれは、ジョークの類ですか事実、あなたは死んで。黙りなさい、毒舌人形。 ミーティングを始めましょうあたしたちの目標はナイトパレードに出てトップ魔女になることもっと上を目指すにはどうしたらいいか考えないと僕たちはアジン身体能力が高いからステージパフォーマンスは迫力満点ですがそれだけでは足りないと判断します先生さんもファンサービスが大事だって言っていたのですよフん <laughs> あの変態もたまにはいいこと言うじゃないあいつは異世界の魔女 アイドルのことを私たちにいろいろ教えてくれてる最近あたしたちがしてる握手会もその一つでもみんなちゃんとサービスできてるの握手会では毒舌を浴びしますね相手が誰であろうとドルトガルド魂で話を振られたら私の先生さんの魅力を説明するのですつー 30キロぐらい走った後に握手会に出たらお腹がグーグー鳴っちゃったよあんた達たまるでダメダメじゃないそれでも魔女なのかしらお嬢様もファンサービスは苦手では貴族であるがゆえにプライドが高いですしこの前も「ひれ伏しなさい庶民」って MC をしていたのですようっ仕方ないじゃない あの時は男のファンもたくさんいたし緊張してつい口調が乱暴に <laughs> お困りみたいなのおやシャンペ様、いかがなさいましたか <laughs> ナンバーワン妹キャラのシャンペから提案があるのこれからシャンペの公害活動を手伝ってそうすれば待ってこの匂い近くに魔獣がいるみたいまったく 最近は本当に多いわねお話は浄化が住んでからでよろしいでしょうかもちろん指名数トップのシャンペがファンサービスの秘訣を教えてあげるの